久しぶりに Q&A をやっていこうかなっていうふうに思います。最近全然やれていなかったので、久しぶりにみんなにインスタグラムのストーリーズで募集しました。質問を今日はそちらに答えていこうかなと思います。でちょっとぶっちゃけ質問コーナーをやろうかなと思いまして、まああれやこれやと、まあ、夜も更けてきましたのでいろいろと答えていけたらいいななんて思っております。なのでちょっと今日は久しぶりにお酒でも飲みながらやろうかな思ってます。普段本当に家で飲むことは全くないんですけど、ちょっと今回はワインを買ってきました。白ワインなんですけど、どんな味かわかんないんですが、これを飲みながらでちょっとスナック系も用意したのでゆったり答えていくかなって思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴーということで、じゃあ開けていきたいと思います。私ワイン開けたことない、本当に飲むことがないから開けたことないんですけど、できるかな、立ってやった方がいいかな。この日のためにこのコルク抜きを買ったと言っても過言ではないまあでもこれからなんか友達とかと一緒に飲めたらいいなとか思ってるけど、でこれで、あ、深く刺しすぎたかもこれ。でこれ戻して平気、いやダサいよねこの手こすってたら。こうか、これで、あ、抜けた、あ、すごい、あ、いい香りする。あのボトルキャップも買ったので、ちゃんとさすがにこんな大容量を一人では飲めないのでじゃあちょっとついでいきます。ではちょっと甘かったかも。なんか私結構ドリンク系で甘い飲み物があんまり好きじゃないんだなっていうのを最近痛感してきました。痛感？思ってきた。今日用意したのはこちらミックスナッツとアメリカンチリ。私アメリカンチリすごい大好きで、普通のサクランボは苦手なんですけどアメリカンチリは好きなんだよね。意味わかんないよねということでじゃあいただきます。では質問に答えていきたいと思います。すごいたくさんの方が送ってくださって感謝です。ありがとうございます。まず1つ目、シナタンのモチベって何ですか。これは何においてかによってちょっと変わってくる気がするんですけど、めちゃめちゃ広く生きるモチベって言ったらなんか大げさだけど、はやっぱ楽しいことだったりとか自分の好きなことをとことんしたいっていう気持ちが一番やっぱ強い気がします。もちろん人間だし人生なんで辛いこともたくさんあるし悩みもたくさんあるし、いろいろと困難とかはあるじゃないですか誰でもね。でもなんかだからこそその楽しいこととかもより楽しめる気がするし、好きなことの愛も注げるだろうしっていう風に思うんです。でもやっぱそういう楽しみとか好きなことをやってる時が一番幸せだなって感じるし、気分もいいじゃないですか自分の。だからまあそういうことをできるっていうのがモチベかな。例えば私だったらお洋服が好きでお洋服を買うためにお仕事頑張るとか、友達とこの日約束して遊ぶためにそれまで頑張るとか、ダイエットだったら明確な目標っていうのは別になくて、でも私はいいと思ってる派なんですよ。まあそれはもちろん人によってはなんか目標をしっかりと立てて、この日までに例えば何キロ落とすとか体脂肪何パーセント落とすとかいろいろあるとは思うんですけど、私は今は別にそういう目標がないけど、でもなんか少しでも綺麗な自分でいたいとか、私はやっぱこうみんなに見ていただいてるものなので、それがまあ少しでも綺麗にとか、コメントとかでもよくいただくのはシノダみたいなスタイルになれるように頑張ってますとか、なんかそういうみんなのモチベーション、それこそモチベーションにつながっていればいいなっていうふうにも思うし、だから頑張ろうって思うし、うん、なのでそういった人のためにっていう面もあれば自分のためにっていう面もあって、まあ、でも共通しているのはやっぱり好きなものとか楽しいこととかそういったことを
やっていくっていうかのがやっぱモチベーションにつながるんじゃないかなって思います。難しいね、私多分話しすぎちゃうんですけど、ゆったり聞いてください。皆さん、みんなもなんかご飯食べながらとか、まあ二十歳超えてる方は晩酌しながらとか、一緒になんかゆったり過ごしていただけたら嬉しいです。人間関係で一番気にかけてる、気にしてることって何ですか？最近人間関係に悩んでて。やっぱ人間関係って悩みますよね。なんかみんな悩んでる気がする、人間関係って。あ、あの人人間関係すごい上手だなって言うとあれかもですけど、みんなに愛されてる感あるし、そういった人と人との関わりで気にかけるようなことないんだろうなって思う人もいるじゃないですか。でもやっぱ実際その人とちょっと話してみると、その人ももちろん悩んでるし、見かけるもちろん判断はしてないけど、やっぱみんな何かしらで人間関係は悩んでることってあるよなと思って。私もまあどちらかというと人間関係がうまくできてる人かって言われたら別にそうではない気がする。ごたごたとか揉めてるというかっていうわけではなく、私は結構嫌いってなっちゃったらもうすごい出ちゃうんですよ、態度に。いい意味で言うと自慢に嘘がつけなくて、これは美化しすぎてるけど、言葉選ばずに言うと気分屋で、自分の気分が悪い時は相手にも冷たく当たっちゃうしとか、そういった感じなので、なんかこうやっていくといいよっていうアドバイスはできないんですけど、まあ、でもやっぱ友達とかは大事な存在だし、なくてはならない存在なので、なんか自分もたくさんこう感謝も伝えるし、友達を思って何かをしたりとかっていうのはまあ当然かもしれないけど、やっぱそういうところの積み重ねでどんどん信頼もできていくと思うし、絆が深まっていくものだと思うから。でまあ最初なんて誰しもがそんなみんなをみんな信用できるわけではないし、多分新しい人と出会った時とかって本当に徐々に会話していく中で、お互いの共通点だったりとか考え方価値観とかを共有し合って、なんか本当に気が合うなっていう人とかって自然とこう何回も会って、時間重ねていってすごい仲良くなるとか、こう自然になっていくものだと思うから、別に無理をしてその人についてもらおうとか思わなくてもいいとは思うんですけど、でも仕事のあれとかだとやっぱり、ね、どうしようもないとかっていうのもあると思うので、人のこと思うことは大切だけど、思いすぎて自分が傷つかないようにある程度の距離感だったりとかっていうのは大切だなって思います。私結構あの芸人さんの YouTube だったりとか、なんかトークの YouTube とか見るのが結構好きってたまに見たりするんですけど、なんかそういう方たちってやっぱ最初のトークの準備としてその人にもうめちゃくちゃ興味を持つことが大事だってみんな口を揃えて言ってるんです。だからその人に興味を持とうと努力するっていうとすごく上からに聞こえるかもしれないですけど、これからも仲良くしたいとかいい関係でいたいとかっていうんだったら、その人に興味を持つことっていうのも大切なのかなって思います。興味がなかったらね、こっちも知ろうと思わないし、多分向こうも、あ、私のことあんまり興味ないのかなこの人ってなっちゃうと思うから、まあ、そういう風にお互いの距離を縮めていくっていうのはすごくいいなって思います。取り返しのつかないレベルでやらかしたことありますか？なんだろう、取り返しのつかないこと、ちょっと待って考えてみる。わかんない、ちょっとないかも。ないことないよな。でもなんか思いつくことがないかも。ちょっと思い出したらまた言います。いや絶対あるよな。でも実は隠してたことはあるかも。わあ、でもこれ言っ、わあ、なんかどうなんだろう。まあ話はとても遡るんですけれども、わあ、この YouTube 多分見てるだろうと、あのお母さんに隠してたことなって、本当にあの今となっては絶対ないって誓えるんですけど、昔お母さんがねキッチンのまあなんかこれめっちゃドキドキするわ。キッチンの引き出し、ボールとか入ってるところにこんぐらいの瓶みたいなのに500円玉貯金をしてたんです。それを盗んだことがあります。まるまるじゃないです、もちろん気づかれないようにこそっと盗んでました。ごめんなさい、許してください。どうなんだ、気づいてるんだろうな、きっとお母さんだから。普通に盗んでたな。いけないことをしてるっていうのはもちろんその当時でも自覚はあったんですけど、なんで何のためにやってたんだろうな。私のところはお小遣い制だったので月にまあいくらとかだったんですけど、
中学校高校とか、高校はないか、中学校とか友達とこう出かけるようになった時とか、なんかお洋服買ったりみたいな。昔は本当お洋服大好きだったから、で多分取っちゃってたんだろうなって思います。本当に申し訳なかったなって思ってます。しかも1回いいんじゃないからね。わかんない、何回やったか覚えてないけど、多分結構長く盗んじゃってたと思います。もうお母さんも気づいてるよね、そりゃ。だって一向に溜まっていかないんだもん。私が抜くから。言われたことはないですよ、お母さんに直接。だから もし見て見ぬふりをしてくれていたのならありがとうだし、もし気づいていなかったのであれば、ここで謝ります。ごめんなさい。あ、なんかめっちゃドキドキした。ちゃんとこれから人生をかけて返していこうと思います。次の海外旅行は、実は次の海外旅行決まってます。もう多分これ上がってる頃には7月ですね。今日がもう6月末なので、来月に友達と台湾に行きます。超楽しみなんですよ、マジで。千と千尋の舞台になったところとか、いろいろまあ有名なところあると思うんですけど、台湾の料理もやっぱ美味しいもの多いですし、ずっと気になってはいて、人気なところだし気になってはいたんですけど、行ったことなくて、今度夏に友達と行きます。楽しみ。もし街でシュナタを見かけたら声かけてもいいですか？ぜひかけてください。でもたまにやっぱ急いでたりとかする時もあるし、あとお店の中とかはちょっとできたら避けてはいただきたいなとは思うんですけど、でも嬉しいです、すごく。あと私基本的に多分一人で行動してることとか結構あるんですけど、その時めっちゃヘッドホンしてたりとかするので、もしかしたら聞こえてない可能性もあるので、声かけられて無視することは全然ないんですけど、多分聞こえてなくて無視しちゃうみたいなことはもしかしたらあるかもしれないので、そこはちょっと勘違いしないでいただきたいです。基本的に時間ある時だったりとか、周りにこう迷惑かからないような時とかは、全然お写真とかもこうお願いしていただくこともあるので、そういう時も全然撮りますので、ぜひ声かけてください。なんかね、後から DM で、シュナタあの時はあそこいましたとかすごい DM 来たりするんですよ。でたまに違う時もあるんですけど、あ、いたとか思うと、なんかちょっと常に周りにこうガン飛ばしてるわけじゃないけど、なんかちょっと嫌な感じじゃなかったかなとかすごい心配になるので、その時に声かけていただけたら嬉しいです。待って、1週間不運すぎて人生終わりそう。そんなことは絶対にない。人生の何万分の1だと思ってるんですか。まあでもやっぱ辛いこと続くと辛いですよね、そりゃ。しかもなんかそういう時って些細なことでも、うわだよって思っちゃうし、なんか全てが嫌になっちゃうと思うんですけど、絶対にこう人生山あり谷ありで、こうなったらもうこう行くしかないので、ここがあるっていうことをちゃんと信じて頑張りましょう。大丈夫。おしゃれだなと思う友達はいっぱいいます。おしゃれだなって思う友達、なんかやっぱ私結構友達のなんていうんだろう、幅というか広いなって思ってて、同じような系統が好きな子もいれば、もう全然真逆もいるし、ちょっとこうシンプルな子とか、もう本当に結構幅広くファッションのジャンルっていうか、まあ、いるなって思うんですけど、みんなやっぱそれぞれ違うスタイルを持ってて、なんかこの子の組み合わせ超可愛いとか、この服にこのアイテム合わせるの私には想像なかったなとか、ありがたいことに周りにそうやって刺激をもらえるような友達が多くて、私は嬉しいです。ぶっちゃけシュナタンが思う苦手な人の特徴、私さっき言ったようにもう苦手ってなったら苦手ってなっちゃうので、結構分かりやすいタイプなんですよ、表に出やすくて。苦手だなって思うのは、絶対にこの人に逆らえないだろうなみたいな、そういったなんかなんて言うんだろう、逆らえないって言ったら失礼になっちゃうかもだけど、隙がないっていうんですかね、言葉でもうグワーって締められるとかはすごく苦手だなって思います。自分考えてることはあっても、それをこう言葉にするのに、私は結構言葉を選んでしまう癖があるし、うまくこう伝えられないんですよ、ことを順序立てて伝えるのがすごく苦手で、だからなんかすごい処理に時間がかかるんですね、こう口にするまでに。だからこうなんかもう隙もなくバーって言われたりするともうってなっちゃいますね。あとちょっとなんか目の奥が笑ってないというか、この人感情がすごい読み取りづらいなとかいう人も苦手だなって思うし、そう考えるといろいろいるかもしれないんですけど、まあ、あとはシンプルに嘘を平気でつく人も苦手ですね。これはなんかみんなそうかもしれないけど、なんか嘘を平気でつかれるとえってなっちゃいますよね。やっぱ一気にその人のこと信用できなくなっちゃうから、あーもうこの人とはうまく語れないだろうなって思うし、うん、そ
そんな感じかな。最近よく聴く曲は何ですか？私はもう結構お気に入りのプレイリストがあって、それはもう永遠にリピートなんですけど、最近は友達が教えてくれたニューホープクラブっていうボーイズバンドなんですけど、そのグループの Let Me Dance Slow っていう曲、これはめっちゃ聴いてるかも。永遠聴ける。であとはルエルの Dazed and Confused っていう歌とか、まあ、結構洋楽が多いんですけど、あと Deans かな、もうリトルクローシャーっていう曲と、バビエルっていう方のタンゴっていう曲、最近結構聴いてます。あとデュアリパ、私が好きなデュアリパのナンスじゃないとっていう、なんかバービーの主題歌わかんないけどの曲も聴いてる。私は K-POP アイドルなんですけど、アイドルっていう K-POP アイドルがすごい好きで、ビジュアルもそうだし、なんかコンセプトとかもすごい可愛いし好きなんですけど、曲もめちゃくちゃ好きで、中でもファーっていう、キバナっていう曲ですけど、曲も好きだし、新曲のクイーンカードも好きだし、あとはラタタっていうデビュー曲もすごく好き、トーンボーイも相変わらず聴いてます。あと洋楽なんですけど、ニュールールズのコールイットっていう曲もすごい好きです。プレイリストの中でもその曲が結構お気に入りで聴いてるかも。うん、めっちゃ気になったライフプランとか考えてる。私は進路やらなんやらで瞑想中というか、ライフプランか、なんだろうな、昔思い描いてたライフプランって、もう今私23歳なんですけど、ここの年には結婚して子供もいただから昔思い描いたライフプランでは全然全くないし、今までの私の人生ってすっごいもう本当ラッキーが続いてるっていうか、成り行きでこう生きてきたことがすごく多くて、私よくすごいしっかりしてて、本当なんか一人でも生きていけるような強い女性だよねっていうことを、まあ、ありがたいことに言っていただくことが多いんですけど、みんなが思ってる以上に本当にそんなことなくて、なんかもっと素晴らしい人ってめちゃくちゃたくさんいるし、今では SNS とかでいろんな人の人生とか簡単に見れちゃう時代だと思うんですけど、なんか同い年の方とかでも全然自分とは全くかけ離れた23年間でこんなに詰め込まれるんだっていう人生を送ってきてる人もいるし、だからなんかそういう人を見てると、あ、なんか私の人生ってつまんないとは言わないけど、すごくこういう人生っていうのかな、なんていうんだろう、こうすごい激しい上げ下げみたいなのがない人生だなってすごく最近思ってて、だからなんかそういう経験も必要なのかなっていう風にも考えてきたんですよ。この年で今までそういう激しいこういうのがなく生きてきた、これからもしかしたらあるかもしれないけど、大人になってくにつれてそういう人生があるって結構大変な気がするんですよ。なんか若いからこそやり過ごせるっていうか、やり抜ける力っていうのもあるんだろうなって思うし、なんかもうちょっと自分にこう困難とかまではいかないですけど、まあ、できればそう困難はねなく行きたいなって思いますけど、できれば、まあ、でもそういうわけにもいかないと思うので、山あり谷ありだから、だからなんか今はすごくこのこうなるのがすごい怖いなっていう風に思ってると同時に、それを早めのうちに経験しておきたいなっていうことも思ってるかも。なんかそういった人生がなんて言うんだろう、美しいっていうことではないけど、うん、なんかちょっと怖いなっていうのはぶっちゃけ感じているかな。なんかこう今までが本当にラッキーに行き過ぎていて、これを言うと、いや運も実力のうちだよとか、それを引き寄せる力があるんだよとか言ってくれる人もたくさんいるんですけど、実際はちょっとそれに怖いなって思ってるっていうのもある。だからなんか自らこう自分でそういう困難に立ち向かいに行くとかいうことも経験したいっていうか、しておかないとっていうのも最近ちょっと考えるたりするかな。なんかわかんない、これがもし嫌味に聞こえてたらすごく申し訳ない、本当に素直な私の考えなんですけど、これがそうね。だからまあライフプランか、まあでも私の人生でのライフプランでこれだけはやりたいなって、今すごく思ってるのは、やっぱり海外で過ごすっていうのは私のライフプランでは、人生のライフプランではありますね。もちろんこんな簡単に言っていいことではないと思うんですけど、海外での生活ってすごく憧れもあるし、で知らない世界に飛び込むってすごく勇気のいることだと思うし、間違いなく困難が待ってると思うんですよ。で結構まあ人生の先輩とかと話してる時に聞くのは、やっぱなんか早いうちに海外に行くとか、もっと早く行動してればよかったっていうのをすごく聞くので、私も23歳なので気づいたら、 YouTube 始めた頃はね17、18とかだったけど、もう23なので気づけば、そろそろちょっと海外に行きたいなっていう思いもありつつ、でももちろん自分の人生なので自分で決める
っていうのは思うんですけど、タイミングが結構難しいなって思ってます。分かんないですね、行きたいっていう気持ちよりも心配がかっちゃって行動してないだけかもしれないんですけど、タイミングのせいにして。でもなんか今はちょっと難しいなっていう風に思ってるかな。今までがこう計画してやってきた人生ではないからこそ、なんかそういったライフプランを立てるっていうのがあんまり自分の中で想像がつかなくて、結果なかったすっごい回りくどく話しちゃいましたけど、こういうライフプランっていうのは全然はないけど、まあでもなんかほんのり自分の中でやりたいことだったりとかっていうのはいろいろあるっちゃあるのかなっていうふうにも思います。でも私はどちらかというと多分この先も何か計画して動くみたいなことはない気がします。結構直感型な気がする。何事もそうなんだよね。私夏休みの宿題とかも計画的にできなかったタイプなので、後先のことは考えれないですよね。とりあえずそうなんですよ、本当は後先のこと考えれない私。だからわーあの時やってればなっていうものはめちゃくちゃたくさんある。なんか話をまとめる力が欲しい今すごく。もうすごい脱線して脱線して、なんかの動画でも言ったけど、本当に脱して細かいところまでちゃんと伝えたいタイプなんですよ。だからすっごい話長いと思うんですけど、ごめんなさい本当に。自分がしたお仕事をして生きていくにはどうすればいいですか。なんだろう、そのしたいことっていうのをどのなんていうの規模っていうかにもよるかもしれないけど、例えば私だったら、もともとずっとアパレルがお洋服が好きだったので、なんかそういったアパレル関係の仕事に就きたいなとは思っていて、で今実際にこうやっぱり自分のアパレルブランドを持たせていただいてやっているんですけど、それも結構こう口に出したりとかっていうのがやっぱり大事なのかなって思います。アパレルやってみないですかっていうお話をいただいたのも、多分私がそうやってずっと お洋服が好きとか SNS その YouTube とかでもファッションのことについていろいろ上げてたりとかして、この人ファッションが好きなんだろうなっていう印象を多分そのお話をいただいた方に持ってもらってたからだと思うので、本当に自分の好きなものをいろいろ声に口に出してみるとか、とことんそれを追求したりするっていうのも大事だと思うし、やりたいことがあるってすごい素敵なことだと思うから、本当にそれに向かってただひたすらに何かしらの形でアプローチしたり勉強したりっていうのが大切になってくるんじゃないかなって思います。ちなたんが一番大事にしてることとかある？これは結構言ったりとかはしてるとは思うんですけど、やっぱ感謝の気持ちだけは絶対にいつでも持っておきたいなって私は思ってます。なんだろう、具体例を出すのはすごく難しいんですけど、感謝の気持ちって本当に大切なことだと思うので、些細なことでも人に感謝できるってすごく素晴らしいことだと私は思ってるし、それを人に伝えたりとかして嫌な気持ちになる人っていないと思うんですよ。やっぱ常に感謝の気持ちは持っておきたいし、伝えてもいきたいなっていう風に思ってます。ちょっとろうそくが経過できたのでキャンドルに移行します。あの顔が真っ赤になってきた。そして充電もなくなってきたのでバッテリー変えます。ろうそくのこの飛び散る感じどうにかなんないのかな。これいつも私これ後処理が大変なんですよね。めっちゃもういろんなとこに溶け出しちゃってる。今のお仕事をしていなかったらどんな職業をしていたと思いますか。今転職活動中で悩んでいます。なんだろう、あんまり考えたことなかったな。本当私さっきも言いましたけど、明確な目標とかっていうのが多分人よりも少ないと思うので、それこそふわっとやっぱりアパレル関係には就きたいなっていうのもあったから、まあ、多分今のこういった活動してなかったら、そうね、なんかショップ店員さんだったりとか、でもスタイリストさんとかはすごく興味あるなって思います。接客とかはあんまり向いてないような気がするので、なんかどちらかというとどっかのブランドの中のことだったりとかっていう方が多分私的には向いてる気がするんですよね。地味な作業とか意外と。だからどうなんだろう、まあでも多分アパレル関係についてたなって思うし、でも多分 SNS も絶対にやってたと思う。私は SNS で活動まではいかなくても多分 SNS はやってたと思います、私の性格上何やってたんだろうね、本当気になるよね。私も気になるなんか旅行だったりとかそういう他の国とかには興味があったりするから、もっと真剣に英語勉強して、なんかわかんないけどそういう英語を使って仕事をしたかったなっていうのもちょっと思ったりします。まあついにここで来ました。免許の調子はいかがですか。そう、私ねストーリーにいつだっけ、あれもう忘れちゃいました。本当も多分1年前くらいかな、免許を取ることにしましたっていうストーリーあげたと思うんですけど、そっからまあ頑張って最後あげたのは確か仮免かな、仮免を
取りましたっていうのをあげたと思うんですが、結果的に言うとプレミアを取りました。取ったんですけど諦めました。マジでもこれを言うと本当に多分みんなも今思っていると分かります。マジもったいないよシュナタン、それって思ってますよね絶対的に。いや私もそう思うんですけど、で友達もみんなに言われました。そう私が勉強頑張ろうと思ってるの知ってる人とかにその話をすると、えっそこまで言ってやめたのってめちゃくちゃ言われるんですけど、ちょっと説明をすると、私がその通ってたところが座学がオンラインでできるっていうところだったんです。で私はまあそれにすごい惹かれていいなと思ってそこにしたんですけど、実技の授業とかも何回か受けて、でもただそこの社交が社交内でテストが受けれないっていうところだったんですよ。だからまず仮面の筆記と実技を受けなきゃいけなくて、でそれが受かったら次本面の筆記と実技を受けなきゃいけないです。だから計4回試験があって、でその試験も全部県の免許センターで行うんですよ。でそうなってくると、今までその練習してきたところではない全く別の場所、もう本当に初見ですっていう場所で試験を受けて、でその隣に乗っているのも免許センターの人なんです。で警官なんですよ。はい、じゃああなたは今日はこのコースを走ります、じゃあお願いしますって言われて走るわけですよ。もう今まで練習してたとことは全く違うし、まだ真っ白になってしまって、仮面の試験も私3回受けたんですけど、3回目でやっと合格できたんですけど、1回目はもうマジで何が何か分かんなくて、ちゃんと実技の授業も受けて、私は運転こう、まあ、ある程度はね運転できるってなって試験を受けに行ったのに、もう自分が今何やってるか分かんなくて、私ってこれ運転できる大丈夫っていう不安をずっとと抱えながら、もう最初から最後まで、最後までやれてないんですよ。その不安が大きすぎて、1回目ね確かもうほんとふわふわした状態のままなんとかやって、多分もうその中でミスはめちゃくちゃあったと思うんだけど、どうだろう、コースの中盤ぐらいかなに外周の方が優先じゃないですか、道が広いし。なのに私がこう中から外に出る時でこう左折する時に右から来る車が優先なんですけど、私がその右から来る車は見えていなくて、私的にはマジでちゃんと確認したし、でいないって分かって進んだはずなんですけど、もう本当にもう頭が真っ白になっちゃって見えてなかったんですよ、そのこっちから来た車が。で私がもう先にこうやって曲がろうとしちゃって、そこで、はい、あなた終了ですって言われて、私はもう何かわけわかんないからね、なんかしましたっけ私みたいな。そしたら、今あっちから車来てたの見えてなかったよねって言われて、いましたかみたいな感じですよ、私からしたら。いましたかってなって、もうあなたの危険行為なので、それはもうこれ以上試験受けれませんってなって、そのままもう最初の発着所に向かって終わったんです、1回目は。でもなんかそこで受からなくてよかったなって自分では思いました。もう本当にわけわからずやってたから、まあ、そのまま最後までやめてたとしても多分受かってないけど、一刻も早く車を止めなかった、もう無理と思って。で、まあ、1回目はそれで終わって、で2回目やるまでにもちろんその車高でいろいろねやったりとかはしたんですけど、よっしゃもう今度こそ頑張るぞって言って、もうだいぶそこにも慣れたって言ってもらえたけど、だいぶその1回目よりは落ち着けた状態で行ったと思ったんですけど、2回目もはいでは出発しまーすって言ってこうやっていくじゃないですか。で踏切に入って1回一時停止して、ちゃんとそこ窓下げて外の音聞きます、あ大丈夫ですって言ってこう行くじゃないですか。で踏切渡った後止まって左折して、で右折して外周に出るみたいな感じだったんですけど、どこなんだろうあれ、なんかどっかにもまたこの止まれの標識があったらしいんですよ。なんかこう近いところ2本止まれがあったっぽくて、で私はその2本目が見えてなくて、止まれの標識が、でなんかそんなこうギュッとは行ってないけど、軽く多分確認して行ったは行ったんだけど、止まれの標識ってもう確実にこう車がピタッと止まるまで待たなきゃいけないじゃないですか。それができてなかったっぽくて、でバーって私が言ったら、はいあんた終了ですって言われて、私また何かやったと思って、でも車来てなかったしちゃんと確認して渡ったはずなのにって思ったら、ここに2本止まらない標識があったんだけど、これ見えてなかったよねって言われて、ありましたっけそんなと思って、あったんですかって私聞いちゃいましたもん確か。そしたらそうあったんだよねとか言って、もうなんとこれ危険行為なので終わりですって言われて、危険行為をするとすぐ終わらせられるんですよ。それも結構序盤だったんですけど、最悪と思って、で終
終わっちゃって、で次も3回目、僕は何が何でも受かるぞっていう気持ちで行って、まあ、無事最終までちゃんと落ち着いてやれて、で受かりました。よっしゃ仮面取ったって思ったんですけど、そっからも長いんですよね。その本面の筆記もやんなきゃいけないし、で実技もやんなきゃいけないんですけど、その仮面の実技の段階で S 字とクランクはやるんですけど、まだ路上にも出たことないし注射とかもしたことないんですよ。でもしかしてめちゃくちゃ時間かかると思って、でもその段階で私はあーこれ無理かもって思いました仮面を取ってから本面の筆記をやって試験やってそれ受かって、さらにまた実技の試験があって、でも仮面ってやっぱこう期間あるわけじゃないですか。6ヶ月だったかな、私5ヶ月か6ヶ月ぐらいだったと思うんだけど、その期間中に私これ終われないなと思って、でやっぱその仮面が受かったっていうので嬉しくなっちゃって、なんかちょっと燃え尽き症候群みたいになってたんですよ。そうだからもうそれで多分1ヶ月ぐらいかな何もやんなくて、でもそのどん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 期限だけが迫っていっちゃって、しかも私はその仮面受かったのが11月とかで、なんか年末とかもいろいろあって、ちょっとなんか自分的にこうオフモードだったんですよすごく、まあ、そこで今どん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 やらなくなっていってしまって、最終的にあもうこれ現実的に間に合わないと思って諦めました。マジでもったいないよね。まあでもそのみんなが思う仮面取得してまあもったいないとはまた違うんですよね。もうちょっと段階があったので、私の場合なんかそこまでして免許を取りたくもなかったんだろうなと思って、自分でなんかこうあったら便利だよねみたいな感じで、やっぱ都内いると全然電車で生活できてしまうので、ぶっちゃけいらないんですよね都内で免許って。だからまあ将来のこと考えたらいいよねと思って免許取ろうと思ってやったんですけど、私にはまあ今回は向いてなかったなって思いましたまあでもいつかはね免許取りたいなと思ってるんですよ。だから本当に取りたくなったらもう合宿でやるのがベストだなって思いました。通う前からみんなに言われてたんですよ、絶対合宿にしないと通わなくなるよって言われてたんですけど、私はちょっと舐めてましたね。自分は絶対できるって思ってたし、なんか合宿だけはなって思ってたんですよね、ずっと失敗したなと思って。だからみんなも合宿がいいと思いますではちょっと一番と言っても多いのではなかったのかなって思う恋愛 Q&A に釣っていきたいなって思います。すごい本当にたくさん質問いただいたんですけど、その中でもやっぱり恋愛系がダントツで多いです。やっぱ私ずっと彼氏がいないって言ってきたじゃないですか、いろんな動画で。だから多分すごくみんな気にしてくれてるのかなどうなんだろうって思うんですけど、じゃあまずはぶっちゃけいい感じの男とかいないですか、恋愛事情些細なことでもいいから聞きたいっていう風に言ってくださった方がいたんですけど、ぶっちゃけるといないですなんかそもそも自分で言ってても悲しくなってくるんですけど、マジでみんながわかんない、どういう感じで見てくれてるかわかんないけど、マッチっていないです。これだけは本当にもう全私のものをかけて言える本当にいない別に嘘つくことでもないと思うんですけど、マジでいないです。私の生活に異性と関わるっていうことが本当になくてですね、異性で遊ぶ人もいないし、なんか自分でもどうやったらこんなに関わらずに生きていけるんだろうっていうレベルでないんですよね。いまだに彼氏もいないですし、ぶっちゃけ好きな人いるっていうのもすごくたくさんいただいたんですけど、いないんですよね。なんかどうしようか、本当私に恋愛ができるのかなってすごく不安になってきました。人生において必須なことではないと思うんですけど、なんかやっぱ先入観というか人間のなんか差がっていうか、なんでしょうね、やっぱ恋愛ってこう かけ離せれない、かけ離せられないものだと思うので、ちょっとさすがに不安だなっていうのを思います。彼氏欲しいっていうのもすごくたくさんいただくんですけど、なんだろう、多分私が思ってる彼氏にしたいって思う人ってちゃんとなんか将来を描ける人でありたいなって私は思うんです。それが楽しいとかっていうのはないんですけど、もちろん私はなんかそういう例えばキュンキュンしたいとか遊びたいとか、とりあえず欲しい彼氏が欲しいとか、なんかそういうので彼氏にするっ
っていうのが自分的には納得がいかなくて、なんだろう、彼氏っていう存在の私の理想が高いのかもしれないんですけど、お互いをちゃんと支え合える人だったりとか、すっごい重たくてドン引くかもしれないんですけど、お互いのこう人生を共有して共にしていきたいって思える人がいいなって思って言ってるんですよね、今の段階では。それって結構重たいことだと思うんですけど、人によってはとりあえず付き合ってみて、そっからお互いのことを知って一緒にいるかどうかはそっから決めればいいことだと思うし、っていう人ももちろんいると思うんですよ。でそれもそれですごく一理があるなって私は思うんですけど、自分の中でもその彼氏を作るっていうのが特別すぎるんですよね。すごく今まで経験がないからこそすごいそこのハードルが高くなっちゃってる気がして、これもあの人生の先輩の方に言われたんですけど、やっぱ若いうちにそういう経験をしておかないと、大人になってから失敗するとすごい辛いよっていう風に言われたんですよ。でそれを聞いてから、あ確かになってめちゃくちゃ思ったんですよね。失敗できるのって今のうちっていうわけではないけど、大人になるにつれてなんかこう自分の意思だけで決められることってすごい少なくなっていくと思うし、なんか自然とこうどんどん、まあ、妥協しないといけないなここはとかいろいろ出てくると思うんですよ。だから若いうちにそういう経験をいろいろして、そこで学んで将来に生かせるようにしていくのがいいんじゃないみたいなで言われたことがあって、それはめちゃくちゃ確かになって思いました。だから飛び込んでみるのもありなんじゃないのかなっていう考えもあるはあるんですけど、もうここまで、ね、恋愛経験がないってなっちゃうとすごいこう特別だったりもするんですよね。それはまあ私の思い込みだし、なんだろう、難しいんですけど、いろんな人にそうやって恋愛経験がないんだよねみたいな話すると、それって多分理想が高いんじゃないとか、逆にここまでいなかっただからこそなのかわかんないけど、すごく周りの人からシューナが選ぶ人がどんな人なのかすごい気になるっていう風に言ってくれるんですよ、いろんな人が。でそれってすごく気にかけてくれてるんだなとかっていうのはすごく感じたりはするんですけど、それと同時に言葉を選ばずに言うとすごくプレッシャーにもなってて、なんだろう、自分でももちろんプレッシャーをかけてるし、こう周りのそういう声を聞くたびに、あ、なんか私が選ぶ人ってここまでいなかったからこそ完璧な人ではないといけないのかなとか、すごく期待されてるんだなとか、なんかこういろんな方向からのプレッシャーもちょっと感じるところもあって、実はでも全部がそのせいではもちろんないし、自分の責任っていうか自分がこうやってきたからこそのあれではあるんですけど、それがやっぱちょっと、どういう人がいいんだろうって、なんかちょっと自分の意思とは違う考えが働いちゃったりとかそういうのもあるなと思って、でもなんか自分から行くことも私はできないタイプなので、ずっと待っていっちゃうし、なんか自然と出会いはあるものだっていう風に思っちゃってると思うし、だからこそ行動もこうやってしてないと思うし、欲しいなって思うは思います。頼れる存在が欲しいっていうか、人生のパートナー的な人がいてくれたらいいなって思うことがあるので、なんかその感覚って多分人とは違うのかなってなんとなくですけど思ったりしてるんですよね。答えになってたか分かんないけど、いつまでに結婚したい、そう、結婚願望は私あるんですよ。将来ずっと一人は寂しいなって思うので、やっぱ家庭も築きたいなって思うし、結婚願望はあるんですよ、めちゃくちゃ。私まあ地元が愛知県なんですけど、地元とこの東京ってすっごい考え方が全然違うと思うんですよ。全ての人がそうとは限らないけど、なんかやっぱ東京って、まあ、いろんな県からこう夢を持って出てきてる人とかもすごいたくさんいると思うから、なんかまずとりあえず自分のこと、自分のやりたいことをやるっていう人が多分すごい多いと思うんで、女性でも地方に比べて東京の方がやっぱ結婚する年齢も全然高いと思うし、で私も今こっちに来て、今はすごい自分のやりたい仕事とかできていて、今すぐに結婚したいなって思わないんですよね。だから30ぐらいまでにはしたいなとは思ってるんですけど、っていうのはなんかちょっとふわっとなんか思ってます、自分の中で。まあちょっとじゃあ最後にめちゃくちゃぶっちゃけな質問を答えてみようかな。なんかこれって答えていいのかな、どうなんだろう分かんないけど、あ、その前に MBTI を結構気になってくれてる方もたくさんいらっしゃったんですけど、何回かやったことがあって、あの MBTI って、まあ、そんな大幅には多分変わらないと思うんですけど、時期によって結構ちょっとだけ変わったりするっぽくて、私はね INFP と ISFP だったかな、をなんか行ったり来たりみたいな感じだ
った気がする。ちょっと今やってみようかな MBTI。 もう私は完全にアイですね。そこは多分変わんない。ちょっと時間かかると思うので、できたら言いますね。また早送りします。でもこれってね、ちょっと質問が難しいんだよね。なんか日本語が難しい。これも代替案の代替案を考えることが多い。どういうこと？ユミのユミってことか。難しいな。あ、出ました。やっぱり私は INFP 仲介者ですね。内向的で、エネルギーは直感型、気質は道理的、道理型、戦術は探索型、アイデンティティは慎重型。仲介者の性格、仲介者気質の人は真の理想主義者で、ご確認や最悪の出来事の中にさえも常にわずかな善を見出し、物事をより良くするための方法を模索しています。落ち着きがあり控えめで、内気にさえも見られますが、内には劇場と情熱があり、まさに光を放つ可能性を秘めています。全人口のわずか 4% え、そうなんだを占めているだけで、残念ながら誤解されていると感じることが多いかもしれません。しかし同じ考えを持つ人々を見つけ、共に過ごすとき、それで感じる調和が仲介者の方にとって喜びやインスピレーションの水に満たされるので、創造的な仕事に向いているらしいですね。仲介者型の有名人の多くが詩人や作家、俳優であるのも不思議であります。わあ、でも第二言語の習得に非常に長けていますですって。本当かな。英語習得したいなって数年前から言ってます。面白いですよねこれって。っていう感じでした。なんか眠たくなってしちゃった。まあもう11時半ぐらいなのでそれもそのはずなんですけどね。最後にそのさっき言ってた、ぶっちゃけ最高月収はできてましたね。気になりますよね。やっぱみんなインフルエンサーってどんだけ稼いでるんだろうとか、やっぱ稼げる仕事っていう風に言われてると思うからこそみんな気になると思うんですけど、友達とかでもたまにこう月収の話はされないですけど、家賃の話とかいろいろ聞かれたりすることはたまにですけどあるんですけど、実はあんまり好きではなくて、そういう話が。だから具体的な数字はもちろん言わないは言わないけど、最高月収はどうだったかな。私あんまりお金に執着心がない気がするので覚えてないんですよね実は。いくらだったっけなとか言ってめっちゃ言ってたけど、でも何で例えるんだこういうのって、何やらしたいんだろう、本当に分かんないんですけど、学生バイトさんが結構頑張って働いた1年分ぐらい多分車は買える気がします。陰気だと思うんですけど、もちろんくらくらなんでしょうかなって分かんないんだけど、結構この仕事ってもうもちろんすごい不安定な職業ではあるので、全然月によってめちゃくちゃバラバラなんですよ。その下と上の差が多分すごい広い職業だと思うので、常にこうではないけど、最高月収で行くと車は多分買えちゃうと思います。ある程度の車なら買えるぐらい。はい、ということでちょっとなんかぶっちゃけすぎたかもしれないんですけど、あんまりここまで踏み入った質問とかっていうのはあんまり答えたことなかったと思うので、お酒の時間を借りながらでしたけれども、楽しんでいただけたら嬉しいかなって思います。めちゃくちゃ長くなっちゃったと思うんですけど、この動画本当ゆっくり見ていただけたら嬉しいです。本当にたくさんの質問ありがとうございました。私はとても話が長いのであんまりたくさんの質問に答えることはできなかったんですけど、またなんかもしやる機会があったら、ぜひその時に送ってくださると嬉しいなって思います。はい、ということで今回はこんな感じで Q&A をやって久しぶりにやっていきました。いろいろとぶっちゃけて話したので、すごく自分的にもよりこうみんなに伝えれる感じがしてとても良かったかなって思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。